はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、福袋、はい、こちらをね開けたいと思います。はい、福袋といってもね箱です。はい、はい、こちら箱で届きました。はい、これをね、開封したいと思います。まあね、どこのお店とかいうのは、言いませんけれども、はい、一応ね、はい、一つ一つこう手探りでねパッて出してね皆さんと一緒に、確認していきたいと思います。はい、ではね早速一つ目いきます。あ、ちょっと待って、これなんだ。あ、これは普通の注文書でした。ちなみにね、これ結構重いんですよ。はい、なので結構ね、ちょっと期待しちゃってるんですね。はい、では早速、1個目。なるほどね。ちょっと今ね、査定してる人の名前が出ちゃったんでね、はい、ちょっとカットしましたけど、なんかいろいろ入ってますな。これなんだこれ。こんなん。これなんだこれ。カップ。で、これ操作。操作カップ操作これこういうやつかな。これ何に使えばいいんだこれは。結構意外にね、こういうね大きい福袋開けるのは初めてなんですよ。うん、なんか段ボール開けた途端にね、なんか香水のような香りが漂ってくるんですけど、なんだこの。しかもこれなんだこれ、ちっちゃい、キャラ名がわからないね。ペンギン。これはガチャガチャかなんかかな。ペンギン。ドーナツ。一味唐辛子かなんかなのか。猫くっついてますけど、なんか見たことあるようなないような。うん、あ、ちょっとスプーンが出てきましたよ。こういうことだ。ほうほうほう、なるほど。はい、アライグマ。あ、これなんか敬礼シリーズみたいな、なんか動物の敬礼シリーズみたいなのあったよな。それかな。はい、多分これペンギンと一緒のシリーズですね。はい、これ食品サンプル。これは食品サンプルだな。未開封のカップ&ソースさ。あれ、こっちにクリームが入ってる。あれ、クリームはないぞ。あ、同じやつで、あ、これは、あ、なんかそういうガチャガチャ系だな。うん、で、皿、これがこうなるわけだ。はい、でもこれもね、スプーンがないんだよね。
プーンがない。はい。すっげえ重い。すげえ重い飛び箱。なんだこれ。テーパーってやるな。剥がしてみる。はい。なんてことはない。なんてことはない飛び箱の小物入れかな。クリップ入れ。うん、そんな感じかな。なるほどね。で、この中で、まあ、一つ目の袋の中で一番当たりじゃないかなっていうのが、これですね。はい、今、はい、話題の鬼滅の刃。かまど炭治郎。これの剣が、剣じゃねえ、刀。これはいいな、当たり当たり。これはいいわ。刀好きっていうのはね、前の動画で言いましたけどね、はい、なのでこれはいいですね、当たり、はい、あ、スプーンが出てきたスプーンが出てきた、はい、これでコンプリート。コンプリートって意味わかんない。はい、が以上の一つ目の袋で、もう一つの袋、これもこれもあるから、はい、これポケモンだな。これなんだっけ、名前忘れちゃったけど、ポケモンだね、これね。指人形かな。これもそうかな。こんなんいたっけ、うん、はい、サボテンだこれコーラかなんかのおまけですよね。持ってたサボテンと、これも見たことあんな、ポケモンだな、名前は分かんないけど。で、この袋の最後、はい、こちら、これは初音ミクかな、うん、初音ミクのなんだろう、コスパ、コスパ、うん、でもなかなかいいですね、うん、が、2袋目、はい、では続いて、続いてはなんか箱がありますね。はい。これなんだ。これなん、ん？アンサンブルスターズか、うん。女性向けだね。なんか、後ろは全8種かな。はい。まあ、すでに開いてるんですけどね。何が出るんだ。いや、まあ、これは自分わからないんですけどね。600円すんだ、はい、はい、赤髪、これは桐生小赤、はい、うん、どうなんでしょうか。もう一個箱、こちら、はい、すいません、カットしました。これは獣フレンズって書いてありますね。ちょっとね、表に査定員の名前が入ってるんで、
これがある自体が UFO キャッチャー景品っぽいね。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じ。コツメカワウソ。コツメカワウソ。コツメカワウソ。はい、どういうやつなのか開けてみましょう。はい、コツメカワウソ。何回言うね。でもこれできいいな、なんか造形とか塗装はいいね。で、台座。なかなかいい出来だこれ、フィギュアとしては。はい、コツメカワウソ。はい、これ袋か。はい、また袋ですね。はい、開けてみましょう。でかいのが2つ入ってる。こんなでかいのが2つ。これなんだ、2つとも同じものっぽいな。なんか見たことある。画廊かな。摩天楼って書いてあるけど。腹ぺったんこや。これなんだ、画廊でいいのか。画廊に出てくるやつ、ん違うのかな。キングレコードとしか書いてないんだけどね。こういうことでしょう。シークレットとかじゃないもんな。全く同じやつが入ってた。はい、続いて、はい、なんだこれ。あ、これカービィっぽいな。カービィがなんかのあれで着替えたようなやつだよね、多分ね。あ、これハロだ、ハロ。ガンダム好きにはいいですね、ハロ。ハロこれだね。続いてはこれ。あ、
これドラゴンボール、父だ父、これいいんじゃない。うん、これはドラゴンボール好きの私としては当たりですね。うん、持ってない。はい、続いてこれはガンダム。うわ、昔だなこれ。 HG のガンダムの、これは多分インパルスガンダムかな。うん、値札は貼ってあるけど、値札630円でもこれ違うお店の名前が入っている。はい、これは組み立てのめんどくせえな。はい、これは組み立てません、めんどくさい。はい、続いてこちら、これなんだこれ、あ、コナン、コナンのチョコエッグシリーズだ。と、ああチョコエッグシリーズの、これはジョディ様、ジョディ・スターリング、これなかなかいいよね。すげえなんか似てると思うんだけど、チョコエッグのちっちゃいフィギュアにしてはすごいいい出来だと思いますね、ジョディさん。うん、はい、続いて、あ、これも同じだ、チョコエッグシリーズ、コナン、工藤新一。このシリーズ優秀だね。もう似てるね。もう一個開けて。ほら、似てるよ。これいいな。はい、うん、なるほど。はい、続いてこちら、なんだこれ、あ、これもあれか、ハロコレだ、ハロコレ、ハロコレの、ハロコレのなんだ、なんかさっきと違ってステッカーが入ってるけど、これは普通にガンダム柄なのかな。うん、はい、はい、あ、これまたハロコレだ。ジオン、ジオンのマークが入ってるね。これジオンのマークが入って、あ、ケンプファーかな。ケンプファーっぽいわ。すごいね。これだけで当てるっていう。多分ケンプファー。あ、そう考えたらこれあれだな。これもインパルスガンダム。これがあるんで、ジェットブースターか、インパルス。続いて、はい、ねえムーミン、ムーミンだ、ムーミン、へえ、
いて、何これ、これなんだ、よくわからない、見てもわからない。これ多分ボールチェーンかなんかついてたんちゃうかな、何のキャラかわからない、どうしようかな。続いてなんだこれ、すげえ中段っぽいに出てんな。あ、これあれだね、ラブライブ、ラブライブのほのか、合ってる、これがね、これで終わりなのかな、これが正解、なんか補助パーツなのかな、わかんないけど、裸で入ってんだけど、ルフィが裸で入ってる、しかも結構あのホコリとかもついてる、これはしかもちょっとベタつきもあるね、これはゴミって言ってあれだけど、はい、ついあ、これはガチャガチャの僕のヒーローアカデミアかな、はい、なんだこれは、あ、これもちゃこだ、もちゃこだよね、これ、ほら、うらら、あれ出ちゃった、うららか、もちゃこうららか、お茶子はい、ニトタンフィギュアマスコット、ニトタンフィギュアマスコット、はい、あ、これ筋肉マンじゃね、筋肉マンだ、筋肉マンからこれいい、ブロッケンマンじゃない、これブロッケンジュニアじゃなくて、これブロッケンマンの方かな、このシリーズいいね、あ、ブロッケンジュニアか、ブロッケンジュニアだ、ここに書いてあった、これいいな、かっこいい、で次がこれ、足が外れてるのか、はいはい、スカイマンは知らんなぁ、出てたっけ、スカイマン、でもできいいなこのフィギュア、箱物、女子プロオールスター、
ジャガー横田とかダンプ松本とかラインナップあるよ。すげえ昭和だな。アジャコンクとかいる。めっちゃ種類ある。いきます。尾崎真由美、知らないな。うわ、すげえラインナップだね。何なんだこのシリーズ、全然知らんわ。はい、といった感じでね、ちょっとね、動画の分数的に今回は、これで終わりたいと思います。まだねすげえいっぱい入ってるんだわ。なのでね、ちょっと3回ぐらいに分けるかもしれないね、うん、まあ今日はね、ちょっと成果として見てみましょう。はい、これがね、今日の成果ですね、うん、なんかいろいろ出たけれど、俺的にこの鬼滅の刃の、日輪刀か、これがいいな。あと筋肉マンのブロッケンジュニア、かっこいいなこれ。まあ、あとちょっとわからない作品も結構多かったね、うん、あとドラゴンボールのね、この父ギャラプチかな、これはいい。あと何気にチョコエッグのコナンの出来がいいっていう。はい、といった感じですね。あとこの初音ミク、これなかなか面白くて可愛くていいね、うん、何のシリーズだ、見たことあるんだよな。はい、といった感じですね。はい、ということでね、次週はこれの開封続きやっていきたいと思います。ぜひね、皆さん一緒に、開封するドキドキ感を味わいながら、みんなでね一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して、次の動画までお待ちいただければなと思います。はい、ということで、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。